五佐賀天皇は日本の第88代天皇、忌み縄国人、土御門天皇の御子、母は源の通州の娘、美智子。2012年9月、宮内庁は1873年の改歴の際に命日の換算を間違えていたため、2012年春から正しい日に直したことを書領不器用に発表した。 ご佐賀天皇の宝御日の旧暦は、ユリウス暦では3月17日、グレゴリオ暦では3月24日となるが、約140年間にわたり1日後の3月25日に、祭祀を行っていたことになる。聖武天皇も、同様に計算違いで1日命日が異なっていたという。上級の乱の前年の誕生であり、土見門上皇が土佐に流された後は、 母方の王子である中野院通報、土御門正通りのもとで育った。だが、土御門家一門の没落に伴って苦しい生活を送り、20歳を過ぎても出家も元服もままならないという中途半端な状態に置かれていた。忍次3年に四条天皇が12歳で崩御したため、皇位継承の問題が持ち上がった。苦行や幕府などの思惑が絡んだため、 問題は難航した。九条道家ら有力な苦行たちは、淳徳上皇の御子である、ただ明王を擁立しようとした。しかし執権、北条安時及び現地六原短大の北条十字は、上級の乱の関係者の淳徳上皇の御子の、擁立には反対の立場を示し、中立的立場であった土見門上皇の御子の、国に王を擁立しようとし、 鶴岡八幡宮の御卓船があったとして、国人を擁立した。実は、土御角正通りの側室は、十字の同母妹であったため、国人と北条氏とは、遠赤関係にあったという特殊な事情もあった。また、当時の鶴岡八幡宮の別党、帝王は、帝通の弟であり、さらに、安時の政治的ライバルと言える三浦安村の室は、 正通の妹であったとする説もある。この駆け引きのため、11日間の空域期間が発生した。また、当時の公家の日記である、平時、民教期が国人を用立を非難する記述を残すなど、当時の公家社会にも衝撃を与えた。同家の義父であった、西恩寺工業はこの状況を見て、直ちに園籍の四上高しをの邸宅に、 国に王を迎えて1月20日に戦争を行わせると、3月18日の即位式から間もない同月25日には天皇に働きかけて、関白をこの絵かねつねから二条両日に交代させている。即位した天皇は、宮廷の実力者である西恩寺家と婚姻関係を結ぶことで、自らの立場の安定化を図り、還元4年に在位4年で、御子の旧に新皇に上位し、 陰性を開始。この年、政治的に対立関係にあった実力者、九条道家が失脚したこともあって、上皇の主導によって、朝廷内の政務が行われることになった。以後、姉が孝次県長、中三角常唐ら実務担当の中級貴族を、側近に登用して陰性が展開されていくことになる。正元元年には、五不格差天皇に対し、 ごふ格差天皇の弟である、常人親とへの上位を促した。ご佐賀上皇の時代は、鎌倉幕府による朝廷昭悪が進んだ時期であり、ご佐賀上皇による陰性は、ほぼ幕府の統制下にあった。ただし、法事元年の法事合戦直後には、法上時より以下幕府要人が、公家をこと、ことか久ささぐ尊敬へとする合意を行って、 小佐賀院政への全面的な協力を決定している。また、石家将軍の代わりに、宗方新能を将軍とすることで合意するなど、小佐賀院政と鎌倉幕府を掌握して、執権政治を確立した北条氏との間での連携によって、政治の安定が図られた時期でもあった。文永五年十月に出家して、法王となり、大覚寺に移る。同九年二月、法御。 法三五十三。ご佐賀上皇が、ご深草上皇の御子ではなく、亀山天皇の御子であるよ、人としを皇太子にして、自典の君を定めずに崩御したことが、後の北朝、寺明院島と南朝、大閣寺等の確執のきっかけとなり、それが、日本史における南北朝時代、さらには、後南朝まで続く200年にわたる大乱の源となった。に、 亀山殿を営み、道書において、出家、放御している。居送り名によって、五佐賀院の追放を定めたという。五佐賀天皇陵陵は、宮内庁により、京都府京都市右京区佐賀天竜寺すすきの馬場町の天竜寺内にある佐賀南陵に事情されている。宮内庁上の形式は、宝慶堂、亀山天皇と町域を同じくし、同形式の日和だぶき。 宝業作りの法華堂が並ぶ。五佐賀天皇は、文英九年二月十九日、薬草院で火葬され、翌日、遺骨を、銀の壺に収めて清し金剛院に安置し、文英十一年、法華堂の落慶の時堂々に移しを収めた。中世、三両の所在が不明に返した。玄牧書領集が記場時期は、両の所在は、 金原北家道として仮想塚を佐賀二層院浦山という。松崎博之、歴史印は天竜寺内北条西北の古墳という。ガモウ君平、三両氏は亀山天皇と合葬で古清志混合院の北家道とする。三両式は後の仮想書を見捧ぎに行きする。両母一宮将は初めて天竜寺。 北上帰宅やんの詩編と、後の三捧ぎの位置を指摘する。谷森義富、三両公は、道地を儀して、幕末の治む領の時道地に自乗され、源氏元年11月帰降、慶応元年5月6日の春公に際して、三両宗保春公巡検士の野宮忠納言が検され、方兵があった。亀山天皇領と共に、清金剛院北家道と言い,い、後、 亀山天皇の亀山殿北家堂に対して佐賀殿北家堂をと称され明治39年3月佐賀領と合され明治45年3月佐賀南領と改称された。五伏見天皇及び亀山天皇と共に仮想書は天竜寺裏山にある。また皇居では皇霊殿において他の歴代天皇皇族と共に天皇の霊が祀られている。 小佐賀天皇から言葉区く、聖武天皇の命日、一日間違えた、宮内庁、日本経済新聞、2012年9月26日、石井清文、鎌倉幕府連所政の研究岩田書院、2020年。ISBN 九百七十八から四から八六六ゼロ二ゼロ九ゼロ七 p 二百五十六定位時、なお遠い系なり、松大寺下被者か彼使い不嫌い 空位下級類実化、期待ごとなり、顔驚きより、引用、原文、P273 書き下ろし P517、石井清文、鎌倉幕府連署制の研究岩田書院、2020年。ISBN 978から4から 866020907P257.271。ありがとうございます。